こんにちは、動画ファンの成田です。今回は YouTube の自分のチャンネルの設定を変更するときにスマホから設定する方法についてご案内をいたします。YouTube で自分のチャンネルを作成したときにプロフィール画像やまた、ヘッダー画像設定ができるんですけれども、その設定をスマホから変更する方法についてご案内をしてまいります。まずスマホの YouTube アプリ、この赤い再生マークですね、こちらをタップして YouTube を開いてください。まずは自分のアカウントにログインをしていることが必要となります。ご自分のアカウントログインをしておくと、この右上のプロフィール画像の部分が、自分が設定した画像があればその画像になっているかと思います。まだ設定をしていないという場合はグレーの人型の、丸いアイコンになっていると思うんですけれども、この一番右上のこちらですね、ここをタップしてください。そうするとこのようなメニューが開きます。マイチャンネルという項目がありますので、こちらをタップして開いてください。はい、そうするとこのように自分のチャンネルのトップページが開きます。外から他の視聴者の方が、自分のチャンネルを見に来た時、このような表示になるわけなんですけれども、ここに歯車のマークがあるかと思います。こちらをタップしてみてください。そうするとこのようなチャンネル設定という表示が出てまいります。でこの部分ですね、2箇所カメラのマークがちょっと見えづらいかもしれませんがあります。プロフィール画像の部分のカメラのマーク、それからヘッダー画像の部分のカメラのマークということで、2箇所カメラのマークがあります。プロフィール画像を変更したい場合はこちらをタップして、スマホの中に保存してある写真を使う場合は写真から選択、今からカメラを起動して改めて写真を撮る場合は写真を撮る、どちらか選択をして設定をしてください。ヘッダー画像を変えたい場合はこちらになります。でこちらは、改めて写真を撮るということはできませんので、スマホの中に保存してある画像から選択をしてください。また、チャンネル名、ここの鉛筆マークですね、こちらをタップするとチャンネル名変えることができます。名前の変更、こちらに注意書きが出ております。90日間で3回まで変更が可能となりますので、3回以上やろうとすると、90日間は変えられませんのでご注意ください。また説明、このチャンネルの説明の文章ですね、あまり書いていないという方もいらっしゃるんですけれども、ご自身のチャンネルを見てもらいたいなという場合はこのチャンネルの説明欄も、記入をしておくことをお勧めいたします。同じくこちらの鉛筆マークをタップしていただくとこのように入力画面が出てまいりますので、ご自身のチャンネル、どんなことをやってるチャンネルなんですよという説明入れておくとよろしいかと思います。またその下のプライバシーの欄で、高く評価した動画非公開にするとか、登録したチャンネルを非公開にするとか、再生リストは非公開にするといった、設定もございますので、自分が視聴した動画とかをあまり相手に知られたくないななんていう場合はこちら設定しておくとよろしいかと思います。このようにマイチャンネルから、チャンネルの設定を行うことができます。スマホからも変更ができますので便利になりました。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。